はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5月の30日月曜日でございまして、やっとこさですね、今日から普通に上げられるようになりましたね、今日昼から。いやー、1週間です。はい、だからこれはですね、これ今撮ったらこの後すぐに上げる手続きといいますか、これ出力というのをしてるんですよ、私の場合は。ですんで、撮り終わってから十数分かかりますね、上げるまでにね。はい、20分近くかかるかな。はい、行きましょう。朝鮮オンラインでございまして、朝鮮日報ですね。困難がありまして、なんと思いました。いや、愉快なお隣さんってね、本当にね、時々こう、そんなことあんのみたいなことがあるんですよ。そんなことしてんのみたいな。ちょっとね、やっぱしね、我々の感覚ではこう理解しにくい、しがたいようなことが起こるわけですね。まあ、だからこそ面白いっちゃ面白いんですけどね。これはですね、今日30日の10時38分でございます。ちなみにお隣さんと我々とはですね、時間的には同じです。多少向こうの方がですね、遅いのかな、遅いんですけども、まあ、日本の明石時間に合わせてありますね。はい、タイトルがですね、文前大統領の娘、デモ隊は口で銃撃、家族は家に閉じ込められたネズミ、投稿後に削除というのがありまして、なんと思いまして、ちょっと読んでいきますね。文在寅前大統領の娘、ダヘ氏が慶尚南道梁山市の私邸前のデモ隊に向かい、銃口を向けて撃たないだけでコーナーに追い込んで口で銃撃しているに等しいではないかと主張した。家族は家に閉じ込められたネズミのようなものだとも書いた。文前大統領は退任後、慶尚南道梁山市の私邸で、私の邸ですね、で暮らしているが、一部保守団体は拡声器などを使い、拡声器ってこうメガホンですね、メガホンでウェーって言ってるわけですね、私邸前で文前大統領批判デモを続けているって。マジですかって感じですね。いや、あのムン・ジェインっていうおっさん、もうろくなことしませんでしたし、もうかなり独りよがりの偏った おっさんで、あの人がですね、あの日韓関係、例えば米韓関係、もうむちゃくちゃにしましたよね。ひたすら中国に運びへつらって、北朝鮮の機嫌を取ってっていう、まあ、やることをなすこと、むちゃくちゃでしたけど、まあ、でももう今やすでに前大統領なんですね。前大統領の私の手ですね、自宅、ご自宅の前にデモ隊がやってきてですね、拡声器でキャンキャン怒鳴ってるっていう、日本でそんなことってあるんですかっていう。例えば安倍さんのね、して渋谷区のどっかにあるそうですけども、そこの前に行ってね、左巻きの連中キャン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 、蓮舫みたいなことキャーって言うてるとかっていう光景が、日本ではちょっと考えられにくい、考えにくいですね。で、たとえそんなことをやっててもですね、市民の支持が得られるかというと、多分得られないですね。何やったはんやろあの人らみたいな。まあ、そうでしょう。でも向こうでは毎日やってるんですよ。やられた方たまらんですよね、ほんまに。私の知り合いのお医者さんにね、がんセンター勤務の方がいらっしゃってね、で彼らはね、がんセンターって例の あの A 新聞社の隣にあるんですね。そうすると A 新聞社に対して常にですね、軍歌をかき鳴らした車がウェーってやってきて、ギャン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 って言うてるんですって。うるそうってたまらんとか言うてるけど、あ、それはまあね、行くばっかしゃあないような気するんですよ。A 新聞自体がですね、そのあの方々に対して気に入らんような論調であり、記事を書いてるわけであって、で、いや、まあ、慰安婦問題はじめとして、今まで数々のですね、まあ、しょうもない誤報をしてきたわけであって、それがある一定の考えの人たちにとってはですね、もう許し難い、こう、罪禍であるということは、まあ、ある程度わかるから、その会社に対してキャン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 言うのも、まあ、もうわかるんですけど、もうやめたね、大統領の自宅に行ってね、キャンキャン言うてもしゃあないやん。というか、今更批判してもね、現状が変わるわけちゃうでしょ。
そのね、現職であればね、あんたやってること間違ってんねや、キャキャーっていうのはですね、まあ、それはもしかしたら現状を変えられるかも分かりませんけども、もう辞めて一月は経とうと、一月まだか、20日経とうという、前大統領、何の権限もないわけですよ、前大統領っていうのは。その人の自宅の前に行って、ギャン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 言う、そこに何の意味があるんやろと僕なんか思うんですけど、でも向こうの右派の人はですね、保守系の人はやってはるんですよ。まあ、それをね、なんで警察が許してんやろうと思って、拡声器で、自宅の前で拡声器でギャンギャンギャン言うてるでしょ。だからこの娘さんという、ダヘさんという方が耐えられなくなって、こういうことを言わはったわけですね。ダヘ氏は28日、ツイッターを通じ、果たしてこれが集会なのかとした上で、増悪と暴言を排斥するように叫んでいる。平穏に暮らす権利すら奪われ、ここまで黙ってよく耐えたと主張。これ以上は我慢する理由はない。両親を私は守ると表明した。ムン前大統領の任期内は弁明すべきことがあっても沈黙したが、これからは言いたいことを言うとの意味だ。ダヘ氏はぶつかることを考えてきた。乗り出す名分がある。まあ、もうちょっと、ね、飛ばしましょうね。ムン前大統領も重ねてデモ隊の騒音に苦情を訴えた。15日にはフェイスブックに家に戻ると拡声器の騒音と暴言が伴う反知性が小さな田舎の村の日曜日の平穏と自由を壊していると書いた。まあ、これ前にも言いましたね。6月1日の統一地方選挙の事前投票、期日前投票を行った27日にも記者団に対し困っていると語った。もちろん、なさったこと、大統領任期中になさったことに対して批判が多いのは別に当たり前と思いますよ。もう そういうことをなさってきたわけであって、もうむちゃくちゃなことやってきましたよ、あのムンさんって。でも辞めた後でね、自宅に押しかけて拡声器で毎日毎日キャン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 言うって、それはどういう、こう発想からそうなるんやろうなというのはですね、理解しがたいですね。全く理解しがたい。でもやってる人たちは至ってどう言いましょうね、真面目になさってるんでしょうね。だからそのやっぱりね、こう違いというのがですね、ようわからんから、そういうことがやっぱしね、こう積み重なって我々とそのお隣さんの間の意識のギャップになってるんやろうなという気はしますね。それを是とするのがですね、愉快なお隣さんたちだって、我々はとても、田中学園の自宅の前に行ってキャンキャンやってたのがありましたよ。あれはただしかし、なんて言いましょうか、別の意図を持ってやってたような気がしますね。田中学園ちゃうわ、竹下渡のところに行ってやってたんですね、あれ確かね、褒め殺しというのをですね、やってましたけど、まあ、あれは別の意図を持ってたように思うんですけど、まあそれは何かあるんでしょうけど、まあ、そういうのとも違うような、多分こう感情の発露だと思うんですね。許しがたいっつって言って、もうやめたんやからほっといたらええやんと思うんですよね、一般人は。まああの国のね、今までのこう何て言いますかね、エピソードとして、辞めたですね、お辞めになった大統領は必ずゴーストプリズンになるというのはそうですけど、まあそれもね、変っちゃ変ですけど、ただそういう罪過があればね、それは元大統領といえども前大統領といえどもですね、追及されるべきであるとは思いますよ。無理くりやる必要はないと思いますけど、罪過があればそれはやってもいいと思いますけど、一般人がね、あいつは気に入らんとか言って、お前らじゃああれよと、現役の時になんでせえへんかって、昭和で言ってやったらええやんって、そのたちまち逮捕されるからでしょうね。昭和で対してギャーッと拡声器持って無許可のデモとか集会とかあったら、たちまち逮捕でですね、まあまあ、そんなに、深い罪に問われることはないと思いますけど、まあ、それにしろですね、何日間かはですね、そういうところでですね、拘束されるということにはなったでしょうね。今さら隠遁したですね、田舎にこもった、あ、なんでこの方確かね、釜山の方にご自身の地元近くにですね、屋敷を建ててるんですよ。でそれができるまでは、その割とソウルに近いところでですね、静かに暮らそうとなさったわけですけど、
全くそういうことはできていない。別に私は何ら同情しませんよ、ムーさんには。何ら同情しないどころか、多分GoTo プリズになるんやろうなと、そのうちね。そうなっても同情しませんよ。何かやったはったんでしょうからね。いろいろですね、こうやばそうな感じの匂いはプンプンと漂ってる人ですから、私腹を肥やした系は少ないと思うんですよ、多分。そんなに多くないと思うんですけど、せこいことはいっぱいしてますし、それよりも何よりも法治国家をねじ曲げたんちゃうかというところがありますから、あるいは民主主義をねじ曲げたんちゃうかというところがあるんで、そういうところでね、GoTo プリズナと何ら同情しませんけど、今のこんな状態というものをですね、あの国はですね、普通にこう普通だと考えているということ自体に、少し私はこう違和感を抱かざるを得ないなと思いました。ありませんのでですね、興味ある方は探してみてください。朝鮮オンラインでございます。ムン前大統領の娘、デモ隊は口で銃撃、家族は家に閉じ込められたネズミ、投稿後に削除というタイトルの記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。